皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ジェロバットです。では、本日は、ゼロゼロ伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、やっていきましょう。牛乳らへんじゃねってちょっと思ったんだが。いや、ここじゃ、ここは丸焼きになるだけや。やめた方がいい。こっちか。あ、これだ、これだ。ゴロンの更新庫に、シチューやんで、これに、牛乳ミルクか、つまり。あ、シチューにも使えるってことやから。バターかな？あと、いるの。チーズは？これかなと思う。料理！一度してみよう！イエイ！上級者ステーキだったし！入れた意味！いや、ほんと入れた意味ほんま。なあ。うん。獣ステーキか。へえ。そんなあるんやね。ニュー。ありがてえけども。ありがたいけれどもね。入れた意味を考えざるを得ない。隠し味かな隠し味かないや、マジでそれ感じろ、今のは。いや、シチューどうやって作れんのってなって。いや、マジでないわ、ってなるわ。確か料理の変なじゃレシピモードとかなんかあったよな。料理メモを開く。あ、あるある。痛みがね、蒸気物ステーキやろ。いや、泣くね。やっぱ。きつい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 。きついきついって。ないのやばい。どうやって作んねやろ。ここら辺の人に話しかけてれば。おう。一人よし、あー。さようなら違う、お、ピリカ、嘘、やった、ははは、逆にびっくりした、うん、そんなんもらえたんやってびっくりしたほんま。まあ寒かったでしょ。よく見ろなんかよく来てくれたわね。おう、ゆっくりしてるかしら。わー、会える可能性も高いと思うんだ。どうか大事にしてあげてね。ですね、しますよ、そりゃ。ゾクつぼみに隠れてる大妖精様。あ、ゾクも出てるじゃん。もう、そうですね。言えるわね。一頃だ。テリーがいるが、違う、おらん、ないな、多分。やろうとしてるモナカなんでね、ほんとね。モナカ。あれだ！あれだ、あれだ！あった、あった。確かにあった。なんか言ってるとモナカ食いたらっていいやな。やばいやろ。自分で言って食いたらって言ったら世話ねえぜっていうね、話なんよ。なんかいるぞ。なんかボコブリンがいるぞ。倒すか。やばいじゃん。弱っ。
ああ、やば、ああ、あいつ。くぅ、ってめるわ。よし、終わった、終わった。ここかな？多分な。どこだ？行くとこ、あ、ここだ。スラック。そこに誰かいるのか？もしかして誰かが助けに来たのか？何言ってるのよ、こんな魔物だらけのところで。誰か助けてくれ。あれ、魔物の声が聞こえなくなってる。じゃあもう、何がずっとしてんだよ。早く鍵を、開けてあげないと。うん？おお、なんか来た。なんか来たよ、おい。キキミが魔物？うん。助けてくれてありがとう。あ、じゃあ、あれ、あの三匹がそうやったんや。寒さをしのぐために、空き家で休んでたらいつの間にかあたりが魔物だらけで。ほら、あなたからもちゃんとお礼言ってよ。いや、まさか助けが来るとは、本当に助かりました。天変地異の後魔物が増えたから、注意はしてたんですけど。お礼になるかわかりませんが、こちらを受け取ってください。ペリカラ薬、あざすやろ。寒さガード。でも命の恩人にこれだけじゃねえ。そうだお兄さん。縦サーフィンってご存知ですか？知ってます。そりゃそうですよね。こんな、雪深いところに来るぐらいだし。縦サーフィンぐらいご存知ですよね。うん。縦を構えてジャンプして乗るだけですけど、勢いをつけないと失敗しちゃったりで、なかなか奥が深いんですよね。え、あ、そういうことか、そういうチュートリアルが乗るやつか。ああ、なるほど。あ、そうだ。そこの盾よかったら使ってください。私たちはたくさん持ってきましたので。私、こう見えても、元プロ盾サーファーなんです。へえ、そうなんや。ここから北にあるヘブラ山に伝説の盾サーファーがいるって聞いて、ここまで来たんですけど、肝心の場所はわからない上に休憩してたら魔物に出くわしちゃって。まあ、なので、縦サーフィンのことでしたら少しはお役に立てると思います。もし分からないことがあったら遠慮なく聞いてください。扉を開けて、来て、コンプリートして。そういうスタイル。そういうスタイル。うん、へえ、ここそういうところやったんや。なるほどね。じゃあ、これ終わりますよね、扉を開けてね。次や。狙われた物資。うわ、なかった。あれって。やばいな。ここら辺めちゃ残ってるやん。多分ここら辺かな。多分。この祠から行った方がいいかな。ぽいな。そんな気がする。なんかいるもん。いるとか、なんか、焚いてるもんな。いやあ、マジか。ええー、ってなった。こんなところに何かあったのか。あ、いたわ。ハック。おなあ、あんた、もしかして、のろしを見て来てくれたのか？うん、来たよ。実は、物に見つかっちまってな。うん、どこ？ああ。雪原の生まれから分けてもらった、物資を狙われているんだ。あんな奴ら、いつもならすぐに酔っ払ってやるんだが。今日は数が多くてな、助けを呼ぼうと、のろしをあげてたんだ。せっかく来てくれたのに悪いが、あんたじゃ空の魔物には手が出せないよな。仲間がのろしに気づいてくれるといいんだが、狙われた物資。上だね。ならトランポリンちょっと使おう。ちゃ。どこら辺ならいけるかな。ここからいけるわ。
いたいた。あれ？ちょっと待って。弓がなかった。弓がなかったけん。オーケー。修理な。あれ？終わった。ナイス。終わった、終わった。あんた強いな。すごいなって言われた。あんなに高いところにいる魔物を一人でやっつけちまうとは。おいい売れしてるな、あんた。おかげさまで雪原の生まれからの物資を安心して村に持ち帰れるぜ。なんか俺をしなくちゃいけねえな。こんな場所だし、俺の手持ち力になるが、ぜひ受け取ってくれ。紫ルビー、50回。まあありがたいけどね。2000も行ってる今。やば。また魔物が来ないうちに村へ物資を届けに行くぜ。世話になったな。うん。やられた物資コンプリート。オッケー。このトランポリンがなければ俺は積んでいた。それは感じる。え？いや、またいいのかい。もう言って。木の枝取っとるし。は？こげろほんま。木の枝なんていらんねん。消えた。どっか行ったわ。ならいや。狙われた物資終わって、塞がれた洞窟、あ、これやったな。昔にやった記憶は残ってる。俺の中に、頭の中に。雪山に消えた情報、これあったね。リサ族の新たな飛行訓練で、あって、で、洞窟に光るキノコ、ない！なんだと、なんだと、ははは。どこだ、ここは。ここら辺だ。うん。この辺りにも、え、あれ？あれってなってたよ。あ、いそう。と思ったらいなかった。あれ？いないんかいってなった。誰かいそうって思ったのに。え？あ、誰かいた。あ、ここまで来たのに、やめておこうよ。なんかいるな。ハリア人が。夏ね、もうこの洞窟はやめようよ。天変地異でできた洞窟はたくさんあるんだし、他に行こうよ。この洞窟、中は見たことない生き物ばっかりだ、ばっかだし、正直もう帰りたいんだけど。ああ。夏めぐ。夏めぐ、なんか、ああ、思い出した。夏、友人帳や。友人帳のやつや。友人帳で夏めぐと聞いて、なんかふと思い出したなと思ったら。友人帳や。アニメの方の。確か、6キロ最後の方で、とあるではない。払い人の祖父が亡くなって、そこでいろいろとああだこうだあって、竜が、持ち去ったみたいなところのやつで、の経緯で あったやつや。夏目が、妖怪、夏目が妖怪かと、妖怪化してはないけど、夏目が、友人帳のに言ってる場合か。そこで、そういう、シーンがあったのを思い出した、ふと、それで。夏とメグがいて。明かりだけはまだ持ってないし、洞窟でしか手に入らないし、せっかくここまで来たんだからさ、10個手に入ったら、諦めるからさ、ね じゃあ夏ね、一人で行きなよ。そんなこと言わないで一緒に行こうよ。あら、この芳醇な香り。そして、かすかに漏れてる明かり。
もしかして明るいだけ余っているの？ねえ、よかったらその明るいだけ10個ほど分けてくれないかしら。あげないじゃねえし。明るいだけあげよう。しょうがねえ。ああ。ありがとう。タルちゃん悪いからこれと交換しよう。ピリ辛キノコのトマト煮込み。ピリ辛キノコ。うまいよね、ピリ辛キノコ。言ってる場合かよ。それはピリ辛キュウリやん。俺が思ってたのは。助かった。これでこの洞窟に入られなくて済んだわ。にしてもあれだけって洞窟にしかないのに、こんなに持ってるなんてすごいね。おう。うん、すごい。さては君も洞窟の裏方見は知ってる口ね。そうですけど、何かやる。洞窟は宝の山。洞窟でしか取れないに貴重なものがたくさんあるの。そう。悟りもそのうちの一つ。宝石が出てくる工場とか、暗いところを照らすって明かり花の種ってか、もちろん明かりだけも。あ、君、こんなに明かりだけ持ってるんだったら、ひょっとして。あ、夏ね、ひょっとしてあれなんだあれなんだあれとは。そうあれでもさすがにまさかね。何うん、いくらなんでもね。ごめんね、あれは他の人には内緒なんだ。なんだ私たち姉妹の秘密なんだこいつら気になるでもさ、もしまた会ったら、その月は運命ってことで教えてあげてもいいんじゃない？お、これはもしや、夏ね、この人のことを結構気に入ってんだ。違うわよ、単なる別れだけのお礼よ。夏に気に入られていくスタイルなのか。私たちはこのヘブラ地方で探しているものがあるの。おお、そうなんや。南の方は荒くて探したから、今から北の方に行くつもりよ。もしまた会えたら、私たちの秘密のあれ、教えてあげるわ。それじゃあまたどこかでね。ほら、行こうよ、メグ。またね。なんやろ。いいな、この二人。洞窟に光るキノコ、コンプリート！ということで。ヒュン、ヒュンって出てきて、終わっていくってね。コロナか見てないな。見とこか。よいしょ。お、パール出てくる。ほう。明かりだけ。油。よし、全部取っていこう。さっき10個ね、取り損なっ、取られたから、取られたからって言い方や。よった、マグダンバラ！おぉ！いたいた、怖い怖い。オッケー！危ない、怖い怖い、もう。シュールで面白い。どうしよっかな。これでいっか。オッケー、ナイス。何もさせない。シュール、シュールだった。え、まだなんかいた。ああ、あれがいたか。ほう、悪銀ホラブリンだった。ほう、じゃあこれでいくか。こいつはオッケー。オッケー、終わった。ナイス。よし、これは何かな。何が出るかな。風切り針の槍。あ、いいね。助かる。いいね。わかりだけがいっぱいまた来た。ありがてー。
巨大な明かり花の誰もありがてーってなる。よいしょ。で、なんかありそうじゃねこれ。火炎の実。燃やしてく。と、いいかも。あー、ここから、へーってなった。何かある？感じかな？お、何かありますね、これ。燃やしてくぜ。まあ、ゴロンで、やってもよかったんけどね。ふと思ったけど。待つ。で、これで取ると。何これは？吹雪の服！低温中冷気攻撃。へぇ、イギリシエの時代に、祭祀に使われたとされる服。生地に、冷媒となる素材が使われているため、低温環境において冷気を生み出す攻撃ができる。へぇ。へぇと。こういうところもっと取らんとな、思いながらやからな。馬に立つからな。もっと探索とかしてもいいかもな。いう気になった瞬間だわ。俺の中では。これいけんじゃね、ワンちゃん。上に。おお、悟りいる！でよ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 。でよ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 、うっせや。目の前にいてびっくりしたわ、ほんま。おお、いるってな。おお、夜行式がある。の塊とかがあるか。オッケー、ナイス。